はい、皆さん、こんにちは。タートルです。今回はですね、足の甲とか足首が冷えた場合におすすめする筋トレを紹介しようと思います。筋トレといってもね、ほんと簡単なことなので、もしよかったら真似してやってみてください。はい、まずですね、この辺が足の甲とか足首が冷える場合は、この辺の筋力が冷えて、脂肪も冷えている状態です。なので、この辺の筋力を使うと、足が温まります。やり方なんですけども、足の指をですね、手でつまんでもらって、つまむというか掴んでもらってですね。両方掴んでもらって、これで指を動かします。ちょっとね、見えにくいと思うんですけども、手で掴んで指をね、こうやって動かしてます。こうやって。これをですね、しっかりやってもらってですね、しっかり動かしていくと、このすねの横がですね、腓骨筋言うんですけども、そこがね、温まってきてですね、足がね、全体が暖かく感じてきます。これをしっかり、何回かっていうのは難しいんですけども、30秒とか決めてもらって、指をね、ぐり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 動かしてください。だんだんすねの横がね、ちょっと疲れてきますんで。もし手がちっちゃい場合は、もう両手で指を挟んでもらって、これで指をね、こういう風に動かしてください。こういう感じで。そしたらね、足の甲と足首がね、温まってきますんで、もしよかったらね、冷え症の方は、これをやってみてもらえたらと思います。はい、とっても簡単でしたね。ちょっと見えにくかったかもしれませんが、足がね、やっぱり、朝はあったかいけど、もう夕方とかになるとね、冷えちゃうっていう人は、今みたいに、足の甲とか足の裏のね、筋力、あと足首の筋力がね、低下している場合が多いんで、今みたいに、つまんでね、しっかりこうやって指を動かしてみてください。すぐは温まらないんですけども、足が疲れた感じがして、5分とかね、10分経ったら、ほんわり温まってきますんで、もしよかったら参考にしてやってみてもらえたらと思います。足がね、冷えてるよとかね、やってみたよって方は、ぜひコメントもらえたらと思います。ありがとうございました。タートルでした。